よく頑張った。お前ももう休むといい。はい、ありがとうございます、ケンジ様。何よそれ。つまらぬやつ。生命の風船は針にてつき、威勢よく割るから面白いのだろうが。見事です、ゲンジ。それでこそ家具です。ありがとうございます。それではベアトリーチェ様、ロノウェ様、これをもって私の最後のお務めとし、おいとまをさせていただきます。ちっ、わらわの楽しみを勝手に奪いおって。この二人をギッタギタのぐっちゃぐちゃにしたかった分、そなたがそれを変わるのであろうな。ご苦労でした。あなたは私の最高のしもべです。これまでの労をねぎらうに値する安らかな眠りをあなたへの最後の褒美として取らせましょう。ちょ、おい、勝手な真似を。なんだよ、ロノウェ。拍子抜けでつまらぬぞ。お嬢様は偉大なる大魔女ではございませんか。この程度、気に留めるほどにもございませんよ。シャノンごときの挑発で、頭に血を昇らせるなど、らしくもない。
これは確かに不気味ですね。なるほど、過去の使用人たちがいろいろと騒ぎたくなる気持ちもわかるものです。肖像画の魔女をバカにするとたたりがあるか。大怪我をして辞めた使用人もいるらしいし、怪我は勘弁だな。俺もこの年だ、二度とこんな厚遇の職場には恵まれねえだろうよ。ああ、肖像画の魔女様、真面目に働きますんで、一つ穏便に頼みます。何ですか？これは。この世に怪奇現象なんて存在しませんとも。ええ、そんな魔女も魔法もそんなもの存在するわけがない。すべての現象は科学的に説明できるんです。お化けも魔女もいてたまるもんですか。何が魔女だ、何が魔法だ、たたりだ。ソラ、正体を見せてみろ。ソラ、そりゃ当然です。中に何もいるわけがない。
って本当にがっかり。あんたいらないなら私がもらうわ。いただき。ちょっとダメだってば。私がもらうんだから。やんちゃなお嬢さんたちだこと。あの子のお友達かしら。何こいつ、ババアのくせに。何かの間違いよ。もう一度。こいつ、どうして私たちを防げるの？どいて！もう一度よ！何度やっても無駄だ。この御神、できる。私はあの子を待っているのです。どうか呼んできてはくれませんか？そのようなデッチ暴行、私たちがすると思う？その必要はない。ベアトリーチェ様。私が権限するほどでございます。必ずやお目覚めと思いました。ロノウェイ、久しぶりですね。本当に久しぶりです。こいつ、ロノウェイ様を呼びつけに。そしてあなたもお久しぶりですね、ベアトリーチェ。こいつ、ベアトリーチェ様までも呼びつけに。よい、そのお方をどなたと心得るか。ベアトリーチェとは、そもそもそのお方の名。わらわはそれを受け継いだに過ぎぬ。そのお方こそはわらわの師匠、先代ベアトリーチェ教だ。先代ベアトリーチェ教。
これはお師匠様、再びお会いできる日が訪れるとは夢にも思いませんでした。ええ、私もですよ。夜が上がった、眠りを妨げられるとは夢にも思いませんでした。まったく厄介なところでお目覚めになられる。いつもの通りお休みであられたなら、第一の晩を何も手こずることなく終えられるのに。いいえ、むしろ歓迎すべきですから。少々退屈しておりましたところ、相変わらず悪趣味な遊びで罪もない人々をもてあそんでいるようですね。無限の魔女の力は決して人に迷惑をかけることに使ってはならないと何度も教えたはずですよ。そう言うなよ、お師匠様。退屈は私たちの天敵じゃありませんか。それから逃れるためのちょっとしたスパイスに過ぎませんよ。侵食が進めば進むほどに、わらわの力は強くなり、わらわの眷属は呼び出しやすくなる。しかし、それは同時にお師匠様の封印を解くことにもつながったとはな。それを予見していたからこそ、私はこうしてあなたのすぐ近くで眠りについたのですよ。願わくば二度と起こされぬことを夢見ながら、こうしてあなたと再会してしまったのは、私にとってはとても悲しい。相変わらずお師匠様は食えないな。炉の上、家具の子たちを下げなさい。家具は主に仕えるだけです。すべての罪は主が背負います。かしこまりました、マダム・ベアトリーチェ。その名はもうその子に譲りました。さあ下がりなさい、家具の娘たち。私は一度聞かぬとしても二度言います。しかし三度目は口にしませんよ。下がりなさい、煉獄の七姉妹。巻き添いになれば塵と化しますよ。下がれみんな。さて、お師匠様、久しぶりの再会にはどんなお茶のご用意が良いかな。そうですね、ほうき星の訪れよりも久しい再会です。もてなしてもらいましょうか。粗相があるようならば、我が名と無限の魔女の称号返してもらいますよ。無限の魔女には免許更新制度があったとはな。仰せのままに、お師匠様、あなたの弟子がどれほど立派になったか、そしてとっくの昔にどれほどあなたを凌駕したか、とくとご覧に入れましょう。さあいらっしゃい、ベアトリーチェ。あなたにその名を譲ったことが私の生涯でただ一度の後悔です。その過ちを今自らの手で修正しましょう。そりゃあ違うぜ、お師匠様。わらわのただ一度の過ちはこの程度の力を学ぶのにあんたに弟子入りしちまったことだぜ。なあ、
何が無限の魔女だ。こんなの気づくだけの力じゃねえかよ。それをもったいぶって偉そうによ。お前の出番はとっくに終わってんだよ、お師匠様よ。あの子の魔女の師匠です。かつての名はベアトリーチ。あの子が私を継ぐときにその名を送ったため、今は名を持ちません。あんたがすでに言い切っちまってるが、俺はあんたの弟子のせいで大いに迷惑しているぜ。頼むから責任取って何とかしてくれ。じゃなくて、俺はこんなの信じねえぞ。魔女も魔法もあるもんか。こんなめちゃくちゃバトル俺は認めねえぞ。腐ったれ、俺は何を信じりゃいいんだ。あなたらしい、とても短気なもてなしですね。さすがお師匠様、この程度じゃバカバカしくてまぶたを開く気にもならないらしい。島ごとぶっ壊す気でなきゃ無理らしいぜ。さあさあおいでなさい、双剣の戦闘。買わせるとか思うなよ。双子島の弾幕密度じゃあんた虫ピンの昆虫標本どころかめった刺しの針刺し人形だぜ。それであなたの手番は終了です。遺言かよ、ぶっ放せ。さあさあおいでなさい、墜落せし東よ。一なる言語を馳せ、その罪を知らしめよ。
ることができや。私の手番は終わりませんが、さあさあおいでなさい、イヴァルディの息子たち。我にふさわしき槍を与えたまえ。無用の双子党ですよ。自ら左右の退路を断つとは愚かし、一本の槍をもお前は防げない。ところでグングニルが弾けるとやっぱりお師匠様はすげえなー。はぜろ役立たずの塔、いでよ巨人兵の戦列よ。その盾と胸で神なる槍を防ぎきれ。名前を忘れた魔女の哀れなことです。神の槍を巨人ごときで防げるとお思いですか。道理です。人間の金属でいくら武装しようとも神の槍は防げません。マダムの見事なエトレットメイドです。そんな、ベアトリーチェ様。もちろん忘れませんともお師匠様。おいでなさい、ヘパイストスと弟子たち。我にふさわしき盾を与えたまえ。槍が避けたんです。絶対の槍と絶対の盾は争ってはいけないのが雷の掟なんです。それはつまり防いだのと同じことです。このような荒事ばかり腕を上げました。むしろお師匠様はこういうお遊びが相変わらず苦手なようだ。わらわからのお返しだ。宝典に乗って槍には槍でお返ししましょうぞ。
これでお遊戯の時間はおしまいですよ、ベアトリーチ。このわらわが宿命を許しただと。ドベルグの兄弟たち、我に巨人を砕きし天の鉄槌を与えたまえ。巨人兵ども、わらわを守れ。何をしているか、ノロマども。バックランクメイト、安らかに眠りなさい。しょベアトリーチ。さすが、恐ろしいお方です。これで決着です、ベアトリーチ。無限の魔女の称号と力、そしてベアトリーチェの名を今こそ返してもらいましょう。無限の魔女を語るにはお前は未熟が過ぎます。やめて、許しておくれよ、お嬢様。ちょっとふざけたってはけじゃねえかよ。あなたから我が名を奪います。
元の姿に戻してあげましょう。過ぎたる力を手放し、己にふさわしい生を全うするがよいでしょう。さあさあ、思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。目を閉じてごらんなさい。思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあベアトリーチ、あなたも私と一緒に復唱なさい。一緒にお歌を歌いましょう。そうすればすぐに終わりますよ。あなたの苦痛が少しでも早く終わります。思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあ思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。大丈夫ですよ、お嬢様。あなたは私の弟子であることを失いますが、私の仕えるお嬢様であることに変わりはありません。そうしたらまた一緒にご本を読んで差し上げましょう。リンゴのパイを焼いて差し上げましょう。昔は。さあさあ思い出してごらんなさい。思い出してごらん。そろそろ思い出せてきたかな。なあ、お嬢様。あんたの後ろにあるそれ、思い出したかな。何ですか？これは。あなたがどうやって殺されたのか。これはいつの間に。最初に呼んだのは双剣の塔ではない、四つ子の塔だったのよ。お師匠様の左右遥かに潜んだ隠し塔が描くセブンスランクルークの死の境界線を、お師匠様はのこのこと踏み越えてきてくれた。チェックの発生が遅れてしまったことだけはマナー違反。率直に謝ろうぞ。
楽しかったぞ、お師匠様。また遊びたくなったらいつでも蘇らせてやるよ。それで適当に遊んだら死体だったことをまた思い出させてやるからさ。なあ、ちゃんとあんたの言いつけは守ってるぜ。おもちゃは遊び終わったらちゃんとおもちゃ箱にしまいましょうってな。楽勝でございますかな。愚かに心象だ。四つ五島で騙せてなかったら死んでおったのはわらわの方よ。さすがはお師匠様だが、これで胸が張れるというもの。わらわは今こそお師匠様を完全に超えたとな。ロノエ、お師匠様の亡骸をもう少しマシにしておけ。わらわもそこまで敬意を失ってはおらぬでな。かしこまりました。今宵の第一の晩は少々派手に暴れすぎました。少しは片付けも必要でしょう。すぐに取り掛かります。ヤギたちよ、お片付けの時間ですよ。この度は6人の遺体をどのようにいたしますか。また密室形式。わらわは今それを考える気分になる。どの上に任す。バトラを悩ませるようなとびっきりの密室を頼むぞ。かしこまりました。それではとびきりの。そーれ、バトラはどこだ。バトラ、わらわの大活躍見た。くしょ、今のめちゃくちゃな魔法の嵐を見せつけられて、俺は何を否定すればいいんだ。魔女はいるも何も、あんなドッカンドッカン凄まじいファンタジーを見せつけられて、今の俺は何を否定すりゃいいんだよ。もうわかんねえ。前回もそうだが、このイカス的なマジカルバトルをどう否定すりゃいいんだよ。だよな。こんなの見ちまったらもう言い逃れはできねえもんな。さあバトラー、とんでも推理を聞かせてくれよ。おお、これはすまぬ。しかしわらわの責任ではないぞ。何しろバトラーにキューッと両目を固く閉じて、キリキリギリギリ歯ぎしりするなんとも悔しそうなその表情を見せられると、自然とわらわの口からこぼれてしまうものでな。さあバトラ様、くじけずにテーブルへお戻りを。お嬢様はバトラ様の反撃を期待されておりますよ。ふざけるな。何をどう反論すりゃいいってんだ。まずあの塔が地面から生えてきたあたりからもうめちゃくちゃだろうが、実は六軒島の地下に合体変形巨大ロボの秘密研究所でもあって、ボタン一つでおかしな塔が生えてくるってのか。ああ、それならあのでけえ巨人どもはきっとロボットだぜ。あるいは悪の秘密結社のメカ怪獣かもな。わけわかんねえよ。俺に話しかけるんじゃねえ。ほらほらほ
ほらほら泣くなよ。魔法でドッカンドッカン。そなたが望むのは月だって砕くし、彗星を雨のようにだって降らすさ。お前好みのムチムチ姉ちゃんで島を埋め尽くしてやってもいいんだぜ。さあさあ、ほらほらほら、わらわの手番は終わったぜ。受け手を刺せよ、反撃しろよ。できねえだろ。できねえのは船長も承知よ。お前こういうのダメだもんな。こういうファンタジー本当は大好きなんだもんな。知ってんだよ、今時こんなの巷にいくらでも溢れてるじゃねえか。漫画に小説、アニメに映画、10代くらいのガキンチョたちがおかしな特殊能力いっぱい持ってて世界の命運かけてドッカンバッカンやるやつ、お前も大好きだもんな。知ってんだよ、隠すのよ、大好きじゃねえかよ。そのお前の大好きなやつがちょいと目の前で披露されただけじゃねえかよ。どうして漫画やアニメのそれは信じてくれるのに、わらわのだけ信じてくれねえんだよ。信じろよ信じろよ、信じちまえよ。反論なんかできねえさ、こうして見せられちまったんだからな。ほら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 、返事をしろよ。ほらほら言ってみろ。ごめんなさいベアトリッチェ様って言ってみろよ。言えよ言えよ、恥ずかしがるなよ。